ちも行きたいところじゃが、ミーティアを危険な目に合わすわけにはいかんのじゃ。水晶の探索はスライムに任せ、わしとミーティアは外で待っておる。気をつけて行ってくるのじゃぞ、だって。こいつ誰や、そもそも、ほんまに。さっきからうざいなぁ。ねえ、腹立つねぇ。マジでよくわからない。なんだけど、誰だ状態なんだけど。銅の剣はね、あそこの宝箱ですね。あそこの下のところの宝箱に銅の剣あります。で、右側から行って宝物を3つ回収していきましょう。俺これさ、最初の滝の洞窟とさ、後から行くあの竜神の道って結構似てると思うんだけどさ、俺なんか割と伏線なんじゃないかなって思うんだけど、滝の洞窟は。個人的なんだよ、勝手にね。皆さんはそうは思わないかな？一応漁っときましょう。キメラの翼、やっぱ滝の毒性あるね。だからこれ回収しときゃ罪じゃなかったんだね。川の帽子。薬草だね、ここはね。さあ行きまーす。やばい、6年ぶりに滝の洞窟低レベルで挑むんだけど、これ。そう、竜神の道はパンドラボックスクソ強いからね、あそこは。あそこはえぐい。マジでえぐい。パンドラボックスはマジでやってらんない。そうそうそう、俺もね、そう、竜神の洞窟見た時に最初ね、滝の洞窟じゃねって思ったもん。6年ぶりとか、そう、俺6年ぶりです。あの、最初にドラクエと低レベルやったのが中学校3、ん ?3 年ね、3年生の時の春だから、2014年の4月にやったんですよ。あー、ブリザードのザラキも俺全滅したことあるわ。全員ヒットして。なんだっけ。死に耐性つくやつ。ザキ耐性ついてくれるあれ、やつ忘れちゃったけど。正味ザバンとかレベル1一人でも多分いけると思うんで。ドラえもんの隠れ家の時にやってた。そう、ドラえもんの隠れ家、違う、ドラえもんアットゲーム縛り実況チャンネルだから、最初は。その時は、その時はあれなんですよ。2014年の7月に初めて投稿したんだよね。だけど、撮影日自体はあれ2000、ため撮り、3ヶ月ため撮りしてたから、2014年の、4月に撮影開始しました。はい。ほほう。この俺様に話しかけるとは、お前、ちょっと度胸があるようだな。先ほど旅の商人と思われる奴がやってきたが、俺の姿を見るなり、話しかけもせず引き返していったぞ。さてと、もう分かっていると思うが、この先に進みたくば、この俺様を倒すことだ。どうだ？そこまでの度胸はあるかな？もう余裕だよ。そうか。お前確かに度胸があるよな。ってことは、腕にも自信があるのだな。よし。その度胸に免じて、今回は通してやることとしよう。気をつけて行くのだぞ。はい、行きまーす。HP170 か。まあまあ言うて削れると思うんだよね。かわいい。ピキー、こっちに行くと行き止まりだよ。ね、僕の言ったこと信じてくれる？うん、信じる。じゃあいいこと教えてあげるね。行き止まりだけど、宝箱が一つ置いてあった。ってことで行こう。はい。はい、じゃあとりあえずここの洞窟行って、そう、俺これ最初考えたんだけどさ、滝の洞窟の入り口でね、連射コントローラーで落ちたらさ、ここにつけるんじゃないかなって思ったことあるんだけど、どうなんすか？いけるんですか？それって。お、メテオさんいらっしゃい、こんばんは。どうもありがとうございます。メタッピーじゃん。ピオリム使う数少ない敵。ああ、はまるんだ。連射バグ無理なんやね。そうだね。この、ところらへんはね、あれ、鍵必要ないです。鍵なくても開きます。ザバンのことを考えていたら、刺身が食べたくなりました。なんで？ザバンって絶対まずいと思うんだけど、顔がまずそうなのもん。もうすでに。絶対ザバンは美味しくないよ。あ、オッケーオッケー、逃げられるね。行きましょう。びっくりサタンは確かにさらにまずい。
そう、演出も鬱陶しい。あの攻撃のモーション長い人マジで嫌い俺は。逆にあのすぐ攻撃モーションしてくれる、あのなんだっけ、コングヘッドみたいな感じの敵、あれ好きだよ俺は。さあ滝の洞窟最奥部ですね。さあ行きましょう。あー来た、スキッパー。さあ唯一ボミオスを使う敵ですね。なんでドラクエのあれなんだろうね、8ってボミオス使う敵こんないないんだろうね。いないってかスキッパーだけだもんね、味方も覚えないし。やべ、回復させんとくの忘れてたわ。一応薬草で回復させといて、それで、まあ、イカズチの杖と刃のブーベランってどっちが強いんだ。多分正直そこそこナメプしてても勝てる気がする。薬草足りなくなるかな。そう、スキッパーはね素早いんだよね、この中。まあ、とりあえず一回挑んでみようぜ。どうにかなるやろ、どうにかなるやろ。はい、行きまーす。おお、何ですか。わわわわ、驚いたじゃろ。わしはこの滝の主ザバンじゃ。わしは長い間待っておった。お前で何人目になるかの。今度こそ、今度こそと思いながら、かれこれ十数年、長い歳月であったな。さて、前置きはこれくらいにしておこう。いいか、正直に答えるのだぞ。お前がこの水晶の持ち主か。その通りだ。容赦受けてたってやろうじゃねえか。レベル1一人で。へえ。とりあえず貯めましょうかね。素早さ絶対負けるのか。呪いは効かないからな。これ強打撃来るから先行回復、あ後攻回復。あ待って、そんなに硬いの。めっちゃダメージ少ねえじゃん。ちょっと待って、えザコでしょ。ギラの時以外何も警戒しなくて、あなるほどね、これいけるわ。あ余裕だわ。マジか。え強打撃で20ぐらい食らうでしょ。だってあの22とか食らって俺死んでたよ昔。へえ、確かギラの8から14ダメージだっけ。あまあでも一応怖いから薬草使っとこうかな。あそっか、ここで絶対使わなきゃいけなかったのか。そっか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 、危ない危ない。そう、最大ランスでギリギリ死ぬんだよね。それはまずかった。え待って、今ってテンションなんだ。溜めてるから、そう50かな今が。とりあえず攻撃仕掛けよう。73、めっちゃ強いやん。めっちゃ強いやん。多分3撃耐えられるから全然いけるね。次も確定で耐えるもんね。素晴らしすぎる。めっちゃ強いやん。パターン、いや待って待って、ザバンぬるすぎる。ちょっと待って、これレベル1と1人とは思えないんだけど。やっぱ装備の暴力だなこれ、弱いな。え俺本当に6年前と比べて演技力上がってる。それは嬉しいこと言ってくれるじゃないですか。あ先手取ったわ、74。あちょっと待って、10、まあまあでもいけるか。イカズチの杖で多分、じゃあ検証してみよう。あれちょっと待って、待って、ちょっと待って待ってくれ。まだお前、俺まだ死ぬ許可出してない。まだ死ぬ許可を一つも出していない。お前何勝手に死んでくれてんだよ本当に。待って。いやてか普通にイカズチの杖もまあまあそこそこ入るんやな。うん、ザマンをやっつけてしまった。107ポイントの経験値を獲得、やったぜやったぜ。とりあえずやっぱ装備の暴力だねこの辺はね。おホイミ覚えた、やばい、主人公がホイミ使ってるってのはびっくりだね。
とりあえず現段階でスキルは格闘でいいんですかね。これはごめんや、格闘や、そんなん格闘や、だってキメラで代用できるもん、うん、はい。リレミトはレベルアップで覚えますよ。はい。だだ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 。それもこれもお前のせいじゃ、なんでなんで、俺何もしてないんだけどな、何もしてないんですけれども水晶の本当の持ち主ではないな。えい、皆まで言うな。わしの偉大なる攻撃を一つも受けぬその体質、お前は水晶使いの占い師ではなかろう。そういえば水の流れに乗ってこんな噂を耳にしたぞ。トロデーンという城が呪いによって石の地に茨に包まれた。ただ一人の生き残りを残してな。あ、それ記憶ありますよ。てかトロデーンもルーラ登録してるんで、はい。ついさっき1時間ぐらい前に魔法の鍵っていうアイテム取りにね行きましたね。うん。その一人は、まあ、待って、あ、やばい、待って、おっしゃった。なんかね、馬車を連れた。馬車なんか連れてたかな、俺。あれこれさっき、連射するで抜けたところじゃないですか。あれ、庭で俺ハマったんですけれども、このお城でね。あ、かっこいい、やっぱり。兵士って感じがすごいする。むくっと起き上がってね。むくっと起き上がって。口をパクって開けましたね、今ね。主人公ほんま可愛いんよな、ドラクエ8って。そうか。やはりお主がそうであったか。そのお主が何故この水晶を求めるかわからぬが。水晶はお主にくれてやろう。このわしに勝ったのだからな。やったぜ、水晶玉手に入れた。それから最後に一つ。もしお前が水晶の本当の持ち主に会うことがあったら伝えてくれ。むやみやたらと滝壺に物を投げ捨てるでないとな。さらばじゃ。はい、消えました。うわー、リレミトないのだるいなー。てか MV9 もあるんだ。主人公って有能なんだね。おせの攻撃力次第ってのあるかな。変化リセットしたいな。こっち来てくんないかな。あれ逃げてる、もしかして。逃げちゃった。あー、変化リセットしたかったのに。オセアノの攻撃力63か。じゃあザバンの攻撃力いくつなんだろう。ザバンの攻撃力次第って感じもあるな。まだ盾と、兜と雑魚だから、オセアーノの時は揃えればいける。いけるか、まあ、ヤンガス、だからオセアーノの勝率普通に高いでしょ今回は。オセで積むことない気がする。じゃあ普通に考えてドルマゲスがどう考えてもきついんだよな、これは。今回はドルマゲスが普通に無理ゲーだと思ってる。チーム呼び解禁はしたいけどね。解禁しても相当粘らなきゃいけない。愛の戦士ピエール滝愛の戦士ピエール滝はすごいな。チーム呼びで死ぬ第2戦はきつくない。でもチーム見ないと無理っぽいよね。ん？こんなところにお客とは珍しいな。まあいい、せっかくここまで来たことだし、お前さん一つ頼まれてくれねえか。うん、なんだ。ねえ。じゃあ一回しか言わねえから、耳の穴かっぽじてよーく聞くんだぜ。小屋を出てね、この丘の上から、周りを見ると、一本だけ、なんか赤い木が見える。とね。実は先日、出かけた時、道具袋をね、忘れてきたみてえなんだよ。もちろんタラとは言わねえね。大したもんじゃねえけれども、礼はする。俺は、しばらくこの小屋にいるつもりだから、待ってるぜ。まあこれね、かなりの伏線なんですよね。あ、聖水あるじゃん。素早さの種いいね。とりあえず。
回トラペッタに戻った方がいいかな。別に翼の無駄遣いは大丈夫でしょう。あー、どういうルートでやろう。悩むな。まあ、一回とりあえず行こう。第一形態は分身のせいでチーム呼びでもダメージ分散するけど、第二形態はリンチできるからねってね。でもあれ結構、あーでもそうだったね。前もそんな感じで やったからね。確かに。スカモンの猶予は計算しとかないと。そうだね。あの、むやみ当たると捕まえるわけにいかないからね。聖水売っとらんのかーい。聖水結構希少なんだな、この段階では。じゃあ、とりあえず、イベント進めますね。とりあえず、イベント進めます。やべ、トラペッタ。あれ、これ、俺、井戸の中の宝って取ったっけ？あ、最初取ったな。取ったわ。絶対取ったわ。忘れてたわ。結構、すぐ火が開くと俺忘れちゃうからさ。さあ、怒ってるよ。怒ってるよ。そろそろ戻る頃と思っていたぞ。どうやら、ユリマに頼まれた品を見つけてきたようだな。腐ってもこのルイネロ、そのくらいのことはわかるわい。この玉が、ただのガラス玉でもな。しかし、お主も大概のおせっかいだの。だが無駄なことよ。いくら本物の水晶を持ってきても、また捨てるのみ。何？滝壺に捨てるな？まあ、よいわ。な、よく聞け。どうして、水晶を捨てたか。その理由は、ユリマも知らんことだ。ましてお前らなんか。その水晶玉をよこせ。今度は二度と拾ってこれによ。粉々に砕いてくれる。私もう知ってるから。ずっと前から私なぜ水晶を捨てたのか知ってたから。私ユリマ、お前じゃあ自分の本当の親のことを。うん。でも私はお父さんのせいで両親が死んだなんて思ってないよ。どうしてだ、ユリマ。そこまで知っていながら、どうしてそう思う。このわしを恨んでも。うん。お父さんはただ占いをしただけだもん。私は知らないけど、お父さんの占いってとってもすごかったんでしょ。だから、どこに逃げたのかわからなかった私の両親の居場所もあっさりと当ててしまったんだよね。あの頃、わしに占えないものなどないと思っていた。わしの名は世界中に鳴り響き、わしは有頂天じゃったよ。占えることは片っ端から占ったもんじゃ。自分のことばかり考えて頼んでくる連中が善人か悪人か、そんなことすら考えなかった。もういいの、もういいのよ。だってお父さんは一人ぼっちになった赤ちゃんの私を育ててくれたじゃない。私見てみたいな、巧妙だった頃の自信に満ちたお父さんを。どんなことでも占えたお父さんを。ユリマ、はい。え？誰？なんかこの奥にいるお腹のでかい人これ誰？誰だこれは。はっ。ああ、まあ、まああれかな。まあ弟とかそんなところかな。ああ、息子さんかもしれないね。息子さんかもしれないね。これ誰だこれ。うん。あ、幽霊かな。あ、ゆりまのお兄ちゃんね。うん。まあ、誰だろう本当にね。うん、謎よくわかんないけどね。おっさんいつの間にじゃなくて、おっさんいつの間にってこっちのセリフだよね、マジで。やっと起きてきたか。もう昼だぞ。この時間まで寝込むとは相当に疲れていたのであろう。まあ、それちょっとあの悪空間にね、迷い込んでいましたからね。はい。とにかく、お主らには礼を言わねばならん。お主らの持ち帰った水晶も、ほれ、
このように収まるところに収まったぞ。こうやって真剣に占うのは何年ぶりかの。これもお主らのおかげだ。これはどうしたことか。見えるぞ、見えるぞ。道化師のような男が南の関所を破っていたらしい。むむ、むぅ、やつこそがマスターライラスを手にかけた犯人じゃ。むむ、むむむむ、こいつは確か、いやだいぶ感じが違っているが、その昔ライラスの弟子であった。ドルマゲス。ドルマゲスはね、皆さんさっき死んだのを確認しましたもんね。オークニスの雪崩イベントの時にね、倒したことは確認したのでね。何言ってるんだろうね、こいつ。過去を占ってんのかな。なんだって。なんでそんないきなり よく知らない。あ、兄貴。あれか、やっぱりあれか、これあれや、ルイネロの弟だったんだよ、きっと。そうだね、失礼する。この多分、もやっとボール被った人は多分、ルイネロの弟だったんですね。ドルマゲスって、いや、兄貴とトロデのおっさんが追っていた、小学魔法使いの名前じゃ。で、その先はもっと詳しくわからねえのか。詳しくか。ちょっと待って、俺。ん？これは？この水晶は、確かに昔、わしが持っていたものに違いないが、ここに小さい傷のようなものがある。めっちゃ硬いものになってたらしいね。傷の横になんか書いてあるらしい。何何？アホじゃと？誰がアホじゃ？一体どこのバカがこんなことを。違うでがすよ。あっしがもっと詳しくっていうのはそんなことじゃなくて。兄貴。なんでこっち見て兄貴って言うの？まあ一人旅が再開かな、これで。無事にね。てか、ゆりまちゃんはどこにいんの、これ。いた。本当にいろいろありがとうございました。相変わらずひねくれ者ですが、父の目が生き生きと輝き出したのが私にはわかります。きっと目が私がまだいない頃の父なんですね。私には本当の両親がいたみたいですが、そんなことちっとも気にしてません。意外かもしれませんが、小さい頃の私にはとっても優しい父でした。ごめんなさい、私ったらおしゃべりですよね。もう行くんですよね。どうかお気をつけて。それから小さい緑色のおじさんにもお伝えてください。本当に、なんで小さい緑色、待って、俺の手柄だぞ。俺がザバンを撃破してきたんだ。おいふざけたことを言うんじゃねえ、マジで。お、何言ってんだ、意味が分かんないんだけど。ちょっと待って、なんで俺が緑色のおっさんによろしく伝えなきゃいけないんだよ。待ってくださいでがすよ。なんか何食わぬ顔で一人いるんだけど、誰ですかこれ。仲間。まさかドルマゲスの野郎がこの町に来てて、その上ライラスを殺したのが奴だったなんて。とにかくドルマゲスは南の関所を、破っていったって話です。早いとこ追っかけるでかすよ。しかしユリマジョーちゃんと、ルイネロのおっさんが実の親子じゃなかったとはね。道理で似てねえわけでかす。いかつ笑顔が、ジョーさんの父親だなんて最初は信じられなかったでかすもんね。マジ誰なんだっけこいつ。はい、まあ、そんな冗談はさておきね。はい、じゃあヤンガスにちょっと装備品を与えていきたいと思います。やっぱ弱いね。はい、じゃあとりあえずセーブ書きたいと思います。セーブ書こう。